若者の手取りを増やす。 もうここに特に特力を入れたいんですどうしても若者というのは大学から社会に出るのはこれまで家庭が支えるという空気があったけれども残念ながら格差が広がって今頑張っても抜け出せない子たちが増えてるんですね奨学金の負担を特に教育や保育や介護や医療で頑張ってる若い人たちには都がその返済を支援をするそうするとテロでも増えます不安定雇用から安定雇用に公契約条例を作って東京都と契約する企業に に、そこの企業で働く方たちの環境を改善してもらう、官から始めることで民へ波及させる、東京から始めることで地方へ発展させる、このことができれば、若い人たちは何かを諦めないで済む、結婚したかったらすればいい、子供が欲しかったらモテる、そういう自分らしい生き方ができるように、私は若者に視点を当てたい、これまでの少子化対策、あるいはこれまでの経済対策、防,衛防災など、 東京がこれまで続けてきた行政の継続性は大事にします、その上で私ができること、例えば行閣は専門です、あの小池都知事が頑張ってくださったんですけれども、見える化をした予算のそのバックデータとなる、どこに誰がいくら受注したかという情報がまだ薄いんですね、公開が。例えばプロジェクションンマッピング 実行委員会方式で、都と新宿と、えー、東京観光財団が入ってるんですけれども、ここの実行委員会が運営を担っている、そこまでのお金の出し方、2年48億は明らかになってるんですが、この実行委員会が随意契約、匿名契約で、どこに契約をした契約書は、契約根拠は、お金の流れは正しく使われているのかは、残念ながら情報公開されてないんです、都議会でも答えられていない。 ここも含めて私は情報公開することで新しいビジネスチャンスをそこに生まれることができると思っています。